安心してください。たくさんいいことを待ってるよ。復習。皆さんこんにちは加藤です。今回は僕がホリエモンを追い出した餃子の店長の偽物だといった動画をですね出したところですね TBS の番組グッドラックには出れたんですけどもたくさんの方からお叱りを受けました。で反省しています。 で、どうしようかなと思ったんですけどもう YouTube をねやめようと思いますあの本当にね僕は YouTube にねいていい人間じゃないなと思いましたここは僕がいていい場所じゃないと思うんですなのでもう今後ね二度と動画を出すことはありませんけれども本当ね今までたくさんの方々にですね動画を見ていただいてですね本当に感謝しています今まで本当にありがとうございましたさようならクッシュ